今日はファイルを速攻で消す方法を説明します。通常ファイルを消すときなんですけど、これファイルをゴミ箱にドロップするかデリートキーを押します。そうすると実際ゴミ箱の上の移動になります。ですので多少時間かかります。こんな感じでドロップします。そうすると移動となりますので、巨大なファイルですと時間かかります。ただこの時にシフトキーをこうまずドラッグして、その時にシフトキーを押してそれで落とします。そうするとすぐ実行になります。今ちょっとファイルの容量が少ないですのでわからないんですけど、この大容量のファイル、そういうものを消すとこの時間の差っていうのがわかります。あと速攻で消えますので安心感も高いですね。ですので確実に消したいファイルはゴミ箱にドロップするときにシフトを押しながらゴミ箱の上でボタンを離してください。そうすると確実に消えて、しかもスピードも速いです。以上です。